ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、今年も終わるわね。今年もいろいろとあったけど、結果的に考えると良かったと思えるわね。まあ、毎年なんやかんやあるけど、最終的にいい年だったと思えたら勝ちだと思うぜ。なんとなく微妙な名言を残さないでほしいわね。別に名言を残したいわけではないぜ。まあ、そうだね。しかし、一部の予言者は、2023年はとんでもないことになると予言しているんだ。え、そうなの。今年も終わるのに、2023年の話は少し気が早いような気がしてしまうけど、気になるわね。また、その予言者は、2023年は特にエグいことがたくさん起きると言っているんだぜ。そうなの、来年もヤバすぎるわね。それじゃ、早速解説を始めていこう。さて、早速ある予言者の予言をいろいろと解説していこう。よろしく。まず、その予言者は、世界は100年ごとに同じことを繰り返すと考えているんだぜ。え、それはどういうことなの？具体的に言うと、世界は100年ごとに同じような出来事が起きてしまうということになるな。ほうほう、言いたいことはわかるけど、できれば何か例を用いて、解説してくれると助かるわね。任せてくれ。例えば、今から100年前に、世界の株価は大暴落してしまったんだ。そして、2020年から世界の株価はコロコロの影響で暴落しているんだぜ。確かに、2020年は、コロコロの影響でいろいろなことが大変だったからね。でも、2020年に株価はドカーンと暴落したわけではないよね。まあ、それは否定できないな。それで、その予言者は他に予言は残していないの？もちろん残しているぜ。次の予言は2021年に行われたもので、具体的な内容は、2021年に日本の首相が暗殺されるというものだったぜ。暗殺、なんだかヤバそうな予言ね。そうだな。また、この予言は1921年に、当時首相だった原敬が暗殺されたことから予言されているんだ。なるほどね。確かに100年前には原敬が亡くなっているわね。それで、2021年に首相が暗殺された事件は起きているの？いや、2021年には菅総理が辞任しただけで、暗殺事件は起きていないぜ。ただし、2022年には安倍元総理が暗殺されているけどな。なるほどね。一年違いだけど、予言が的中したとは言い切れないわね。そうだな。暗殺に関することなので的中してほしくないが、予言としては外れてしまったことは間違いないな。マリサ、その予言者のここまでの予言って、なんとなく的中している感じだけど、明確に的中、といった感じではないわね。確かにそれは否定できないけど、この予言は的中していると言ってもいいと思うぜ。ほうほう、どんな予言なの？2020年頃に病が大流行するという予言だな。確かに的中しているような気がするけど、この予言も、ここまでマリサから聞いた予言と同じ方法で予言されているの？方法は全く同じだぜ。じゃあ、的中している、と言いたいところだけど、コロコロが世界で確認されたのは2019年でしょ。確かにそうだな。それに、予言の内容を100年前に遡ると、おそらくスペイン風邪が流行したことを言っていると思うけど、スペイン風邪が実際に流行したのは1918年からだと言われているわよ。それもそうだな。しかし、わずかな年数のズレはあるかもしれないが、100年周期で100年前の出来事が起きている、という考え方は間違いないと思うぜ。それはほぼ間違いない感じね。では、ここまでの内容から、今後は世界でどんなことが起きるのか考えていこう。そうね。では、今から100年前の1923年では次のことが起きているぜ。まず、ハーディングアメリカ大統領病死、次に加藤友三郎首相病死。他には、関東大震災、ネパールがイギリスから独立、といったことが起きているぜ。日本とアメリカのトップが二人とも亡くなっていたのね。そうだぜ。となると、2023年には、日本またはアメリカのトップに何か起きる可能性は高いということになるぜ。予言ではそうかもしれないけど、現実的にはどうだろうね。その点は何とも言えないな。岸井は元気な感じだしな。でも、政権的には元気がないけどね。まあ、それは人選がちょっとあれだったからな。確かにそれはそうだね。一方、アメリカに関しては、ちょっと気になるところがあったので解説しておくな。え、気になるところって？それは、バイバイさんが病気だと言われているんだぜ。え、初めて聞いたわよ。まあ、あまり出回っている情報ではないからな。でも、そんな情報って、根拠がないことが多いと思うけど、マリサはどう思うの？非常になんとも言えないけど、バイバイさんの年齢を考えると、あながち間違いではないような気がするな。ほうほう、それでバイバイさんの病名は何なの？それは、アルツハイマー型認知症だな。え、そうなの。まあ、アルツハイマー型認知症の詳しい症状については、解説すると長くなるので割愛するけど、バイバイさんはどうやらその傾向と思われる症状が出ていると、一部メディアで報じられていたぜ。
なんとも言えないわね。だって一時期は、プーチンさんが病気説があったけど特に変わらず、政務を行っているでしょ？確かに、言われてみればそうだな。ただし、2023年に二人のトップに対して何か起これば、予言は的中したと言ってもいいと思うぜ。そうね、2023年は二人のトップについて注目しておくわ。次に、関東大震災に関しては、首都直下地震が深く関係していると思うぜ。なんとなくそれはわかるけど、首都直下地震ってどんな地震なの？それで、首都直下地震とは簡単に言うと、首都で発生する地震のことだな。ほうほう、まさに名前の通りだね。でも、そんな地震は起きてほしくないわね。日本の首都は東京なわけだし。確かにそうだな。ただ、実は過去に関東で大きな地震が発生したことがあるんだぜ。なるほどね、それが関東大震災なのね。まさにその通りだぜ。それで、関東大震災の引き金となった地震は、関東地震という地震なんだ。そして、その関東地震は1923年、大正12年9月1日に、南関東を中心に発生しているぜ。また、関東地震は元禄16年、1703年の地震と、類似のメカニズムで発生したと考えられているんだ。なるほどね。つまり、一定の周期で首都は地震に襲われることになるのね。まさにその通りだぜ。では、首都直下地震について詳しく話していこう。よろしく。具体的に言うと、東京の下には19もの活断層地域と、地下には隠れた断層があるんだ。そのどれかが動くことで、首都直下地震が発生すると考えられているんだ。じゃあ、東京はある意味大きな爆弾の上にある、と言ってもおかしくはないわね。確かに断層のことを考えるとその表現が正しいかもしれないな。また、少し前には千葉県で、19のうち1つの断層による強い地震が発生していたからな。あ、確かに発生していたわね。あの時は首都直下型地震の前兆ではないかと言われていたけど、実際は違ったみたいだな。もしかしてってないの？そこは正直なんとも言えないな。まあ、地震は自然現象だから、その点を特定するのは難しいよね。とにかく、何もないことを祈っているわ。そうだな、ただ、東京を中心に大地震が発生すると、関東は大きな被害を受けると考えられているんだ。やっぱりそうだよね。また、一部の専門家によると、東日本大震災を引き起こした地震の規模は、約1000年に一度の地震だと言われているんだ。それは、知らなかったわ。それで、東日本大震災の影響で日本列島のプレートは、東に 5.3 メートル引き伸ばされているんだぜ。それってやばい状況にあるんじゃないの？かなりやばい状況だな。具体的に言うと、引き伸ばされたんだが、その影響で発生した歪みを解消するために、地震が今後20年は多くなると予想されているんだぜ。じゃあ、場合によっては首都直下地震が起きるかもしれないし、その他の地域でも大規模な地震が発生する可能性が高いんだね。その通りだぜ。また、仮に首都直下地震が発生すると、経済損失はおよそ95兆円で、亡くなる方は約2万3000人。そして被災者は3000万人と想定されているんだ。やっぱり、首都は人が多い上に経済の中心になっているからね。どうしても、規模が大きくなってしまうのね。その通りだぜ。それで、首都直下地震はどれくらいの強さの地震なの？あくまでも推定だけど、マグニチュード7以上だと考えられているぜ。十分すぎるくらい強力な地震だね。そうだぜ。だから、普段の生活から地震に対して決して油断しないことが大切だな。わかったわ。それで、次のネパールに関してはどうなの？なんとも言えないところだな。ただ、独立と考えると色々なことが該当すると思うけどな。例えば、どんなことなの？中国で民主化が行われ、共産主義から脱却するとかだな。確かに現在の中国では、その点がたびたび話題になっているけど、来年に独立するのかな？そこはなんとも言えないな。じゃあもう一つは、ウクライナが完全にロシアから独立することかな？それに関しては、ロシアとウクライナはそもそも別の国だからな。ただ、社会情勢から考えると、ウクライナは西側諸国に属している感じなので、ロシアからの完全な独立が、2023年に起きる可能性は否定できないと思うぜ。なるほどね、確かにそう言われるとそんな気がするわね。では、ここからは別の予言者が予言している、2023年から2025年はヤバいという内容を解説していくぜ。今回は予言者が多く登場するのね。まあ、予言者の年末スペシャルみたいな感じだな。なるほどね。では、予言の内容を見ていこう。2023年から2025年は、世界的に色々と大変なことが起きると思われます。政治の乱れ、経済の乱れ、そして災害。今までの問題の多くが表に出てくると思われます。また、東の国では大きな花火が打ち上がるでしょう。といった内容だぜ。予言の内容が全てやばい感じね。
そうだな。ただ、この予言者はいろいろなことを予言しているので、気になるところを、一部抜粋した結果、先ほどの内容となったぜ。なるほどね。どれも気になる内容だけど、特に気になるのは東の方で大きな花火に関する内容ね。そうだな。ただ、花火と予言されているので、いろいろなことが考えられると思うぜ。そうね、花火、難しいわね。一応、私の方でいろいろと考えてみると、おそらく火山と兵器ではないかと思うぜ。確かに花火って聞くと連想されるのは火山と兵器だね。そうだろ。それでこの二つを具体的に考えていくと、日本には阿蘇山があるんだぜ。阿蘇山、確か噴火したらとんでもない火山よね。そうだぜ。仮に噴火してしまうと九州は大打撃を受けることになり、最悪の場合、日本の経済は傾いてしまうと言われているんだ。それはやばすぎるでしょ。また、日本以外では、インドネシアに住める火山という核火山が存在するんだ。ほうほう、住める火山、聞いたことがあるわね。それで、その火山がどうかしたの？実は住める火山が大噴火してしまうと、日本の沿岸部は津波による被害を受けてしまうと、言われているんだ。え、それはやばいでしょ。まあ、大噴火したらの話だけどな。そうなのね、ちょっと安心したわ。次に兵器に関してなんだけど、おそらく、核ミサイルが関係していると思うぜ。そうね、花火といえば核ミサイルしかないわね。でも、東の方で核ミサイルが発射されることってあるの？それに関しては何とも言えないな。ただ、ロシアにはツァーリ・ボンバがあるからな。確かに所有しているわね。その他にも、ロシアはポセイドンという核魚雷を所持していると言われているからな。ポセイドン、聞いたことがあるわね。まあ、詳しい説明は割愛するけどとにかく、やばい津波を引き起こす兵器だぜ。それでな、霊夢。実はまだ伝えていないとんでもない話があるんだ。え、急にどうしたの？実は、前半で私が解説した予言には、100年周期の他に80年周期、60年周期が存在するんだぜ。え、そうなの。でも、どうして、その話をしたのよ？解説することを忘れていたんだ。あらら、そうだったのね。それで霊夢、1945年から80年経つとどうなる？あ、2025年ね。もしかして、そう、予言の内容が正しければ、日本に対して再び原子爆弾が降ってくる可能性がある、ということになってしまうんだ。え、それはやばすぎるでしょ。でも、そんなことって実際にあり得るの？その点は何とも言えないけど、現在の日本は西側に位置している上に、日本にはアメリカの基地があるからな。言われてみればそうだね。となると、万が一の時は降ってくるかもしれないな。それはやばすぎるでしょ。まあ、所詮は予言だから、あんまり深く考えない方がいいと思うぜ。そうだけど、気になるじゃないのよ。まあ来年もいろいろとあると思うけどとにかく、良いお年をだな。そうね、ひとまずは良いお年をだね。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。